ちょ、あっちゃんです。いやー、昨日楽しかったよ。うん、ありがとうございました。ねー、昨日ね、もうロケの動画が出たかな。多分、出てないな。出てるかな。で、ね、ロケの時にね、いただいたの、野上のね、パンをいただきます。昨日3時ぐらい逃げたね、動物森やっとって。だからめっちゃ眠たいのよ。野上のパンをね、いただきます。美味しくお召し上がるには1日置くことで味が落ち着き、本来の甘みや風味が出ます。もう生にこだわってるから生で食べてくださいいうことなんでね。うん、おいしい。幸せだわ。うん、今ね、今日お届けして帰ってきたら動物の森発売ってね、眠たかったけど面白かった。ロケの楽しさ、動物の森の楽しさ、もう充実した一日やった。いただきます。ちょっとどこになるのかな、よくわからない。まあ、そうです。河原町かな。美味しいな。幸せだわ。川のとこが好きさ、あっちゃん。川って耳やね。9時頃タイマーして、あんまり6時間に寝すぎるのもどうか思って、今3時に寝たから9時にタイマーして起きてんけど、目が覚めへんかって、まあ10時やねんけど、ちょっとぼーっとしてて、ゴミ出して今やねんけど、今日早かったよ。10時前にゴミ来たからさ、出しといてよかったよと。どこまで作ってないかちょっと。用意のやったんだよね。あ、美味しいな。パン美味しい。言葉出ていけるぐらい美味しい。昨日はね、10時半まで動画を作って、で12時の動画、お昼ご飯動画まだできてないなど作るんだけど、で今日ちょっと一日あっちゃん、お休み。
今日は春分の日なのかな。おやすみ。ね、あとでルービーちょっと、お買い物行こうか。まあ、今日お休みして、明日明後日でお部屋がちょっと片付けたいなと思ったり。もう来週東京やからね。日光。大阪、兵庫への渡航禁止が出てんね、今ね。この週末3連休ね。で、兵庫、大阪の往来禁止は、なんか大阪知事が、大阪知事か、市長か誰かが言ったみたいだけど、あっちゃん、大阪知事か、言ったらしいんだけど、奈良は関係ないもん。ねんけど、強いに大阪、兵庫に行くなって言われる。力見えるわけだよ。昨日は京都兵庫ならやったから、三重か、三重ちょっとまたやけど、また関係ないけど、大阪見えるやな。まあ完全なあれじゃないね。な、通達じゃ、通達かなんとか命令とかそんなんじゃないねんけど、じゃないねんけども、メールがね、昨日ちょうど夜晩ご飯食べたとかが来てて、大阪府吉村知事は記者団に対し、20日から3連休、新型コロナの拡大を防ぐため、大阪・兵庫間の、不必要な不要不急の往来を避けるように、この3連休だけだけど、大阪・兵庫を行き来するなということで、奈良の人間は大阪に行くなっていうことですね。どうなんやろこれ。このね、書いてある文章の、いい加減な。全国的に感染者が増えている中、特に兵庫は1人の感染者が2次感染者を生み出す、平均値が1を超えている。爆発的な感染が、いつ起きてもおかしくない。大阪はさらに7日間で3374人となり、重症者は227人となっている。これは最悪、急速に感染が拡大すればこうなるという、試算結果だ。結局試算結果やなのかで、こんだけ増える、やろうって勝手なこと言ってんだけど、これコロナが最初の頃に騒がれた時に、日本で3月には日本国内で何万人か何十万人増えてるっていう試算が出ててね、絶対そこまで増えんやろと思ってたけど、未だにって言い方悪いけど、日本でまだ1000人いってないね。800人か900人ですよ、今。船と武漢から帰ってた人が700人ぐらいおるから、それを引くと1000人いってないよね。日本国内の感染。最後に、みんなビビりすぎじゃないのかなと思うの。で、さらにこの7日間で3300人になる。重症者が227人になる。これは、試算だって書いてある。国の試算なんて当たらないものはない。それでビビってね、この3連休往来を、だけどね。わざわざね、
名古屋から火の鳥乗って大阪来る人もおるし、大阪から火の鳥乗って名古屋行く人もおる。ただ電車乗りたいだけでね。だからチケットが取れへんかったわけよ、あっちゃんも。でもね、他府県からの人が、特に大阪なんていうのは、あの食い倒れの街、観光の街、ね、もちろん奈良も京都もそう、で兵庫も南京町、三宮もそう、観光である程度資産になってるのに、大阪、兵庫の間を行き来するなって言ったら、周りの他府県、もちろん奈良県も全く、奈良県宇陀市のね、あのメールが後年言ってるってことは、奈良県宇陀市でさえ大阪兵庫が行き来するんだってことは、両方に行くなよっていうってことは、それだけこの3連休で観光資源が減るっていうことやね。だからもちろんコロナウイルス、未知のウイルスが怖いっていうのもあるし、それが広まるとちょっとまずいっていうのもあるけども、だからって不要に怖がりすぎてね、まだ言うた日本で1000人もいてないのに不要に怖がりすぎて、行くな行くなっていうことで、ほんで怖いから行かんとこってなって家ですっこんどったらさ、ほんまに経済冷める。でコロナが収束したら補助金を出して、補助金いつ出す言ってた、補助金がねいつ出んのかわからんけど、今なんかちょうど今日朝からね、ヤフーのニュースに載っとってんけど、リーマンショックを受けて2009年で定額普及で、1人当たり1万2000円を支給したって書いてあるんだけど、それを超える金額を出して一律2万円支給するって。で家計支持に、直接現金支払いの方向で、現金や商品券じゃなく、現給付は所得制限をしなければ迅速に支給、所得制限をするとやっぱり計算もしゃんなんからどうとかこうとかやけど、所得制限せえへんかったら迅速に支払いができると述べ、だって政府では商品券による付金を求める声もあるが、現金の場合貯蓄などにもある可能性が高いってなんか注意喚起してる。一方政府では、感染症の患者や経済的な、影響を受けた人に対し、国や原則で1年間、猶予して、なんかするどうのこうの言うとるけどもね、まあ例えばさ、これ現金で私は貯蓄するどうのこうのって言うんやったら、ほんまにあのなんていうの、プリペイドカードでやったら、この全国で使えへんところが出てくるでしょ。でそういうのもまた不公平になってくるし、で給付の期限付きのなんだ、振興券みたいな、で地域振興券やったら使えへんのよね。で同じ宇陀のでしか使えへん、奈良県振興圏だ、奈良の中でしか使えへん、まあそれでもええのかもわからへん。でも観光資源っていうのは他府県にもあんねんからね、言ってみたら奈良の資源を奈良が支えるんじゃなく、奈良の資源を他府県の人が支えてくれてる。それ特に鹿なんかそうやん、鹿せんべいあげんのに、200円買うのに、その振興券が1円単位からあんのかってないでしょ。なんか現金なんかプリペイドカードにして、鹿せんべいプリペイドカードで買えるのか、買えへんでしょ結局。観光資源で何やかんや言うても現金だよ。だったら現金にの下に有効期限いつまでって書いた現金を作るとかさ、で吸っとる間にすごい時間かかるから、結局そういう風になってきてうまくいかんくなる。もう何やかんや言うて現金巻くのが一番、巻くっていうかね、もしそのやるんやったら、ただ貯蓄に回った意味がないから、うーん難しいよねそういうところって。で消費税も 10% 引き上げたと同時に、キャッシュレス決済でポイント還元も、充実するどうのこうのって書いてあるけども、この今年の6月からあれでしょ、なんとか税率がなくなるんでしょ、全部一律 10% なんでしょ。その時にちょうどコロナが収束したら、消費税は上がる、還元なくなる、で元気になったからって、で半年ぐらい耐えられへんくって潰れていく企業も出ていく、結局何の支援にもならへんねんね。だから変に不要不急で外出を控えろって今言ってしまうと、ね、どうなのかなとあっちゃんは思うよね。あっちゃんはガンガン出ていた方がいいんじゃないのかな。やっぱ未だにやっぱ思うのは、所詮風邪やと思うね。コロナってそんなに怖がるほどのウイルスじゃないんちゃうかなと思うね。
亡くなった人にはそれはね、あの気の毒でとは思うけど、大体お年寄りの人が多い。だから結局本当にそれがコロナで亡くなってんのか、ね、ある程度の老衰なのか、お年寄りの特有の病気なのか、50代 の, あのコロナでね、金原マクドって言った人が亡くなった、で50代がコロナで亡くなって、ようよう調べたらあの人末期がんの患者やった。でも一応報道ではコロナってなってる。だからコロナで若い人も亡くなるんだよっていうね、プロパガンダを作りたいだけちゃうんかなとあっちゃんは思った。だからなんかすごい悪意のある報道やなと思って。あれは名古屋のね、市長やったっけ、あの人がね、コロナですか、それとも他の病気ですかって記者に聞いた時に、はぁみたいなとってよう答えやんかって、後ろからコロナ、コロナや、コロナゆえ、コロナゆえみたいなって、コロナですみたいなとったけど、ちょっとあれもどうかなとは思ったんよね。ねえ、ちょっと難しいな、そこはね。確かにね、それで感染してしまったら誰の責任なんねって言ったらね、ちょっと難しいところもあるんかもわからんけど、だからあっちゃんは不要不急、まあ、今この週末3連休はどこも出かけへんねん別に。ずっとロケロケで、また来週東京やから、ちょっとまあ、ね、自宅待機じゃないんやけど、家でしゃんなこともあるしね、東京の準備もしゃんないし、ちょっと部屋片付けたりもあるしね、そんなこんなで、まあ、出かける予定は入ってないねんけど、でもね、どうなんでしょう、そんな家にへこんでることが正しいのかなってちょっと思ってしまうね。まあそんなこんなね、あっちゃんはまあ自分のやりたいというのか、やらないといけないことをやっていこうかなとは思ってんねんけどね。政府が一律2万円超えの給付金検討っていうのをね、検討していつ給付されるのかってなってくるとちょっとわからへん。で、この今のこの段階で給付しても、出ていくなっていうのにお金もらったら貯めるしかないよ。で、出ていってもいいよってなって、ね、それどうなんだろうな。よくわかりません、そこ。まあ、なんか、手のえばらまきにも感じるしね。まあ、そのどうでもいいや。どうでもいいことはないけど、そんなこんなであっちゃんはね、自分が、やりたいことをやるし、出ていくときは出ていく。それでいいんじゃないのかなと思います。そんなに怖がる必要はないんじゃないのかなと思いました。という話で、今日この辺で朝ごはん終わりにしたいと思います。またね、野上の生食も美味しかった。ありがとうございます。生食べて、ちょっとミルクとかね、牛乳、コーヒー含んだら口の中にちょっと甘みが。めっちゃ美味しかった。ありがとう。今日のあっちゃんの朝ごはん、野上の生食パンで食べました。もう生は生でいただきました。美味しかったです。ごちそうさまでした。野上の生食パンの朝ごはん、よかったと思ってくれたら、高評価を、応援コメント、チャンネル登録よろしくね。ではまたね。バイバイ。